初のゲストコーナーがやってまいりました。コロナ感染予防のためゲストさんにはお電話でのご出演をお願いしてます。今夜のお客様はエスプロレコーズの三田京香さんです。三田京香さん、こんばんは。こんばんは、琴姫さん、お久しぶりです。お久しぶりです。本当だったらスタジオでお会いできて。そうなんですよね。今日はお電話でよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、もうコロナ感染予防のために、はい、三軒茶屋のいつもお会いしてる、はい、オープンスタジオから、はい、こちらの FM 世田谷の、ヨーガスタジオに移って早6ヶ月でございます。あ、私も、ね、あっという間に。でもあっという間ですね。ねえ、で特にあのボーカリストの皆さんは、ね、あのライブできないですからね。そうですね、うん、もうファンの皆様ともお会いできる機会が減ってしまって、ね、残念ではあるんですけど、まあ、でもあの、まあ、逆にと言いますかコロナがあってこう、まあ、私だと YouTube とか、はい、そういう SNS にこう力を入れているので、うん、まあ、これもあのピンチはチャンスじゃないですけど、うんうん、この機会をこう生かしていろいろやっていけたらなって模索中です。あ、そうなんですね。はい、あのコロナだからしょうがないっつって寝てたらいけませんものね。はい、ね、こう、はい、今だからできることを探して今頑張っています。ね、はい、あのさっきお伺いしたんですけど YouTube たくさん今ね、はい、頑張ってアップしてらっしゃるんですって。編集と撮影ともう本当に素人なんですけど、どうにか、はい、やってこう新しいファンの方とか今いらっしゃるファンの皆さんに楽しんでいただきたいなと思っていろいろとやってます。ああ、そうなんですね、はい、頑張ってらっしゃるんですね。はい、あのもともとあの、はい、ボーカリストさんでいらっしゃいますからあの風邪の、ね、予防とかすごい気をつけてらっしゃると思いますけど、はい、特にこんなコロナの中でどんなことを気をつけてらっしゃいます？でももうあの多分もう皆さんと一緒でうがい手洗いとかやっぱり、あのまあ本当に基礎じゃないですけどうがい手洗いだとよく食べてよく見てねえ、でもあのお食事も今あんまりレストランに皆さんね、そうですね、食いの機会は増えたと思いますね。はい、京香さんはどうしてらっしゃるんですか？ご飯はお家で食べてます？はい、お家で、ね、はい、いろいろと、あとそうですね、社長の奥様がとても料理がお上手なので、一緒に作ったり教わったりして。それはでも幸せですよ。はい、あの花嫁修行、うん、あ、そうなんですね。そうなんです、はい、でもね、誰かがね作ってくれたご飯美味しいですよね。はい、そうですね、やっぱり外食も美味しいところたくさんあるんですけど、やっぱりこうお家で作るご飯がそうなんですよなって最近ひしひしと感じてます。今いっぱい作ってもらっててよかったですね。はい、ね、健康的な食事を、はい、いただいております。ね、いやそれはでもすごいね、幸せなことだと思いますよ。はい、頑張ります。で、琴姫もね、はい、ふと気がついたらその家庭料理を、はい、誰かに食べさせてもらえるっていうチャンスがねすごい少なくなってしまって。あ、よく作られるんですか料理は？まあ、作りたくないですけども仕方ないですもん。だからあの作らせられる前に、はい、たくさん作ってもらってたせいだなと今思ってますけどね。ねえ、いやでもすごいそういった方がそばにね、あの、はい、要するにご飯を食べさせてくれる人がいるとやっぱりね人間元気になるもんですよね。あ、いや本当にありがたいです。うん、だからつやつやしてらっしゃるんですねいつもね。ありがとうございます。ねえ、なんかあの新曲をね3月にお出しになったということで、はい、後であのたっぷりとそのお話を聞きたいと思いますけど、はいはい、久々にね京香さんの歌声を聞きたいと思います。はい、今夜はどのお歌を聴かせていただけるんでしょうか？はい、爽やかな南風を感じられる一曲をお届けしたいなと思います。はい、17年に発売した曲で、あんこ椿は恋の花。それではミュージックスタート。
あんこ椿は恋の花、三田京香さんでお届けいたしました。こうやって聞きますと、はい、昔大ヒットしたハードな感じの演歌ではなくて、そうですね、ハワイアンで、これでも今つくづく、はい、もしかしてこれ盆踊りにこの楽曲をもしかけたら人気が出るんじゃないかなと思いましたね。いや本当もういろんな可能性があるので、ええ、まあ、若い世代の方に受けたりとかも今まであったので、ええ、もっと広がるように頑張っていきたいなと思います。ねえ、なんか独特の、はい、初めはえっと思うんですけど、なんか聞いてるうちに、はい、これ盆踊りでね皆さんが踊ったらすごくいいんじゃないかなと思ってなんか癒される感じですかね。そうですよね。でも今年盆踊りとかこうね人が集まっちゃいけない夏になってしまってね、もう来年の夏はまた盆踊りができる世の中に戻っててほしいですよね。本当にそう思います。ねえ、先ほどねちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、3月4日に新曲をリリースなさってらっしゃるんですよね。はい、松平健さんの北五条っていう曲のカップリングで、松山の夜っていうそれで私と健さんとのデュエットソングなんですけれども、こちらを3月4日にリリースさせていただきました。ねえ、だけどコロナのせいで全然宣伝できなかったんですよね。お客様には、直接はお届けできてなくって、そうですね、ケンさんともレコーディングが昨年の12月にレコーディングだったので、その時にお会いしたっきりで、まだこうお客様の前で歌うっていうことはまだできていなくって、早く歌いたくてうずうずしているんですけども。そうですよね。はい、確かちょうど2月ぐらいまではなんとか大丈夫かななんですよね、思っていたのに、まさかこんなことになるとは。いやー、びっくりでしたけど。びっくりですね。今練習を頑張っております。そうなんですね。はい、もうそろそろね、いろいろなところでイベントとかコンサートとかライブできるように、まあ、なってはいますけど、ぼちぼち再開し始めている感じはあるのかなって、気はしますけど、まだ、またこれから寒くなっていったら。そうなんですよね。あるのかなって。やっぱりお客様の健康と安全が大事、ね、やっぱり自分のライブに来てくださった方が万が一のことがあったらね。そうなんですよ。もう悲しいので、一日も早く安全にこう楽しめる世の中になることを祈りつつ、本当ですよね。していきたいなと思ってます、はい。今年はね、愛媛県ご出身でいらっしゃいますけど、はい、もちろんなんかお家とかには戻られなかったんですかね。そうですね、今年 その2月の末に、たまたま地元の内子町でイベントがあって、それはなんとか滑り込みセーフですね。大丈夫かなって言いつつ、なんとかそれはできて、ただまあその後入ってたイベントとかも残念ながらベルになってしまって、この松山の夜って松山なので地元なので、皆さんに早く、特に愛媛の皆さんにはお届けしたいんですけれども、今は、まあ、CD とあとカラオケに入ってるので、それで楽しんでいただいてねえですかね、はい。でも2月になんとかそのね、滑り込みセーフで一つでもできてよかったですよね、ライブね。本当に地元で2つお仕事が入ってて、どうじゃろうなーって地元の方と言ったら、でも握手とかもできて、この松山の夜も発売直前だったので、予約受け付けますっていう感じで、本当にたくさんの方に予約をしていただいて。あ、そうなんですね。皆さん多分今
楽しんで聞いてくださっていると思うんですけども、うん、はい、そうなんですね。もう早い、じゃあね、これからね、あの松山の夜を、はい、あのオンエアさせていただきますけどね、はい、ね、あの今日なんかね、もうお電話でのご出演なんで、これであのお別れなんですけど、あまた近いうちに今度は直にお会いできるようにね、そうですね、今度もスタジオでお会いしたいです、うん、そうですね、今夜どうもありがとうございました、はいはい、本当にありがとうございました。三田京香さんでした。それでは三田京香さんの新曲松山の夜をどうぞ。エスプロレコーズ三田京香さんの新曲で、松平健さんとのデュエット松山の夜をお届けいたしました。